張本勲とかいう最強の4ツールプレイヤー。NPB で史上最高の選手。大谷より確実に上。パワプロだと守備がうんこ。山本浩二の方が好き。守備は UZR 歴代最下位やっけ、あのラミレスレフトよりひどいって聞いてどんなんやって思った。ファーストできんかったんかね。でもこの右手で野球できてたのがすげえわ。仕方ないってなるかよ。打っても守っても安打製造機とかいうパワーワード。障害トリプルスリーは普通にかっこいいしすごいよ。最大限に困ったら審判に張り手かましとけば OK 理論。チンチンと守備以外弱点ないな。ジャンプ力がすごい。現役知らんけどマジでどんだけひどかったんだろうか。ノムが言ってたけど、守備がひどいのはやる気の問題らしいな。打ってるからいいだろで、守備適当にやってたら、そもそも本気出しても守れなくなった。勝つだ。張本選手をリアタイで見てたけどヒットならいつでも打てるって感じだったな。3ツールはいろんないけど4番目のツールはなんだよ。何回のノムなんかに冠王取ったのにダウンテージやぞ。張本が絶対サインするなと言ってた。柳田の打力と藤原の守備力合わせ持った選手が20年レギュラー続けた感じ。藤原って選手そんなに守備壊滅的なんか。ご視聴ありがとうございました。